シークレットベース K ステーション、みなさん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛てにメールを送っていただくだけです。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員賞をお送りしますので、どんどんメール送ってきてくださいね。ということで、いやー、今日ここスタジオに来てから私初めて言葉を発すると、さっき急に今収録夜じゃないですか。なんかここに来るまで一言も誰とも言葉を交わしてなかったと思ったんですよ、一瞬。そしたら、そういえばバスで今日来たんですけど、バスの運転手さんによろしくお願いしますって言ったなと思って、言葉発してたわと思ったんですよ。でもその前に家で保険の窓口に電話したんですよ。電話でも喋ったじゃん人と、と思ったら、その前に朝っぱらから宅急便のお兄さんと、どう思うって話したわって思ったので、全然今日最初の会話ではなかった。ここで喋ったことはよかった。今日も元気に生きてます。はい、ということで、まずはですね、7月21日に行われましたイベント、近藤かな子と三好理恵、へんてこ学園、こちらイベントにお越しいただきました皆様、本当にありがとうございました。感想メールいただいてますので、ご紹介したいと思います。まずは、隊員ナンバー3番シークレットネーム新庄直江さんからです。背景かな子隊長、所長お見舞い申し上げます。ありがとうございます。そんな暑い中、21日は、昼夜とイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。三好さんとの掛け合いは往年のラジオを感じさせてくれて、とても楽しかったですよ。お二人は体力測定でお疲れになったでしょうけど、夜は美しい制服姿に滑川先生のこれまた熱い講義とか、あっという間の一日でした。ありがとうございます。そして、続きましてもう一問読んじゃいます。隊員ナンバー31番シークレットネームレバン店員さんからです。先日の三好さんとのイベント、お騒がせへんてこ学園、参加させていただきました。ありがとうございました。昼夜ともに笑いの絶えない素敵なイベントで、頬の筋肉がつりそうでした。かっこ笑い。ありがとうございます。昼の部のお二人のセーラー服、ガチンコ問題テストや、ガチンコ体力測定、夜の部は浴衣でゲストである滑川京子さんの熱い暴れん坊将軍の授業と、見どころも満載でした。参加者の参加型コーナーもあり、会場全体が楽しめる雰囲気がとても居心地よい空気を作り出していたと感じました。そしてビスケットを使った時短ケーキの作り方はとても参考になりました。今後試したいなと思っております。かっこ笑い。なんで笑いやねん。ありがとうございます。はい、ということで、昼夜のイベントだったんですけれども、へんてこ学園ということで、学校をテーマにしたイベントだったので、昼の部はその一緒にやってた三好理恵ちゃんと二人でセーラー服を着ました。もうセーラー服なんて何年ぶりなんでしょうか。もうほんと、なんか昨年末の方からね、学校をモチーフにした舞台をやらせていただいてまして、生徒役の子はみんな生徒はね、もちろん制服ですよ。私は先生役だからスーツですよ。冬でもね、長袖ハイネックのスーツ、この間の6月の舞台でも長袖ハイネックのスーツですよ。めっちゃ暑かった。一人でずっとスーツを着てて、セーラー服も着てみたいなと思ってたところで、ちょっと久々にセーラー服を着させていただきました。もう30も過ぎましたけれども、許されますよね、イベントだからね。はい、そして昼の部はですね、1回目の学校をモチーフにしたイベントということで、学力テスト、5分間テストをやらせていただいたんですけれども、そのテストをね、スタッフさんに作ってもらったんですけれども、難しかった。
中学校か小学生、まあ小学生ぐらいの子が解ける問題にしといてって言ったんですけれども、因数分解とか、あと日本の三大和歌集の名前はみたいな、なんか問題が出てきて、まあ解けなかったですね。難しかった。そしてなんかまあ最初なので体力測定をやったりとかねして、でまあ学校なので皆さんもちろん参加型の方向にさせていただいて、最初は来てくださったお客さんの名前を呼んで出席を取ったりとか、本当学校っていうテーマをふんだんに盛り込んだ内容にしました。そして夜はですね、三好理恵ちゃんと近藤と、そしてゲストに滑川京子ちゃんをお呼びしまして、夜は制服ではなくて浴衣を着て3人で登場いたしました。もちろん夜も学校というテーマはそのままで、滑川さんにはゲスト講師として、ゲストさんには特別授業をしてもらいました。その滑川京子ちゃんの授業がなんと時代劇について、かっこ暴れん坊将軍について、かっこ松平健かっこいいよね授業をしてもらいました。まあもうね、そんなに好きだったんだって初めて知ったんですけれども、まあナメキョンとはずっと仲は良かったんですけれども、時代劇大好きで、もうキラッキラ松平健さんのかっこいいところ、まあ、暴れん坊将軍のシンさんについてめっちゃキラッキラした目でね、めっちゃ語ってくれました。すごい面白かったです。そしてそんなゲスト講師をしてくれた、あの滑川京子さんをおもてなしするコーナーもあったんですけれども、こちらで私その自作のケーキを昼の部で作りまして、そして夜にお出しするというおもてなしをさせていただきました。こちらあの簡単なビスケットケーキなんですけれども、火も包丁も何も使わない、もう使うのはマリーのビスケットと牛乳と生クリームだけ、この3点だけでできるケーキを作らせていただいて、2人ともね、あのみんな美味しい美味しいって食べてくれてよかったです。こちら作り方の方はツイッターの方で載せてますので、よろしければ見てみてください。めっちゃ簡単で美味しいビスケットケーキです。私は小学校かなんかの時に黒柳徹子さんが思い出のケーキみたいな感じでご紹介されていたのをテレビで見て、家で作ってみてめっちゃ美味しかったので、なんか今回それを思い出して作ってみました。ぜひぜひあの夏休みの宿題とかにも向いてるかなと思います。危なくないので、ぜひぜひあの田舎に帰ってきたお子さん、おいっ子さんとかめっ子さんとかとぜひ一緒に作ってあげてみてください。きっと喜ぶと思います。本当はあのへんてこ学園へお越しいただきました、皆さんありがとうございました。こちらなんとですね、へんてこ学園は12月にも開催が決まっております。はい、またご予約などなど詳細決まりましたらツイッター等でご紹介していきますので、ぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いします。はい、ということで今日はちょっと盛りだくさんですね。ではオープニングのあの例のコーナー行ってみましょう。みんなにアンケート。はい、今回のトークテーマは夏に食べたいアイスは何ですか。夏に食べたいアイスは何、皆さんからのメールいただきました。ご紹介していきたいと思います。まずはですね、隊員候補生のシークレットネームナビさんです。ありがとうございます。僕の夏に食べたいアイスといえば森永のみぞれ白です。さっぱりとしていてお風呂上がりにぴったりです。ぜひ食べてみてください。わかります。なんかかき氷ってやっぱり王道はなんだろう、いちごとかブルーハワイとか、まあちょっと抹茶とかあるじゃないですか。これね、一周して戻ってくるんですよね、みぞれ。あの何もない色がついてない、ただの砂糖水みたいなんだけど、なんかすごい美味しいシロップがかかってるかき氷、これがねまた美味しいんですよね。ありがとうございます。忘れがち、意外とねスーパーに売ってなかったりするんですよ、みぞれ。でもねあると買っちゃうんですよね。はい、続きまして、単位ナンバー6番シークレットネーム将軍さんからです。こんちゃんこんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。今回のお題ですが、僕はありきたりかもしれませんが、ハーゲンダッツ様の期間限定ものが好きです。季節ものがないときはストロベリーですかねとのことです。わー、贅沢。ハーゲンダッツとか贅沢。私ハーゲンダッツ食べれるときって、スーパーの広告で1個150円みたいなセールがたまーにあるじゃないですか。あれの時とか
スーパーのお正月ハーゲンダッツ福袋みたいなのでやっと買えるぐらい本当ご褒美の時しかハーゲンダッツ買えないけど、いつでも食べれたらいいな。でも確かに美味しいんですよね、ハーゲンダッツ。私はやっぱりストロベリーかバニラかな。やっぱね、そこら辺のね定番のが美味しいですよね。そう、季節物はね、まあ、確かに美味しいんだけど、あ、なんかやっぱちょっと気を照らってるなみたいなのがたまにあるからね。それよりはやっぱ王道がいいかな、私的には。いやでも美味しいからね、毎日食べれるもんなら食べたいです。ありがとうございます。続きましてもう一枚だけ読みます。隊員ナンバー32番シークレットネームストリームさんからです。みんなにアンケートのお題、夏に食べたいアイスは何ですが、夏に限らずアイスが食べたいと思ったら真っ先に選ぶのが竹下製菓のブラックモンブランです。知らないんだよね。しかしこのアイス、数年前に全国発売されてないと知り、とてもショックを受けました。隊長がもし九州方面にいらっしゃることがあれば、ぜひとも食してもらいたいアイスです。名前にモンブランって入ってるけど、ケーキのモンブランとは何の関係もないと思います。バニラアイスにクランチが入っているチョコがコーティングされている棒アイスです。なので全国的にあるアイスだったらスーパーカップのチョコミントアイスが今食べたいアイスですとのことでしたが、そう、ブラックモンブラン、私知らないからちょっと調べたんですけれども、なんか九州の定番アイスらしいんですけど、なんか関東とかでは売ってなかったんですって。でもなんか2017年の情報だと関東関西の一部でも販売中らしいっていう情報あるけど、私もまず見たことがなくって、でもこの、そうクランチがついてるチョコが巻かれている、まあチョコレートアイス、チョコレートでコーティングされているアイスなんですけれども、これにね似ている感じのアイスは私も見たことがあって、それがか、なんだろう、なんかねあったんですよ関東でも、こういう感じの、まああのね、うまいうまか棒っていうスティック状のアイスもまあ似てるなと思うんですけれども、このね先端のチョコバリっていうアイスが、うん、似てません？ブラックモンブランと。それが超似てると思って、これはねお父さんが結構好きで買って食べてたから、あれと思って、ブラックモンブランっていうアイスの名前じゃなかったよなと思いながらでした。これは大丈夫なのかな、やっぱり似てるものはたくさんあるけれども、ちょっと違うのかな。あのクランチョコレートバリはバリッとうまい、クランチが香ばしいみたいなアイスで、ブラックモンブランはなんとふるさと納税にも入ってるぐらい、あのすごい有名なアイスらしいんですけれども、いやなんかすごいね、なんか一風堂さんとのコラボとかもやっているアイスらしくって、私もちょっと九州は何年か前には一回仕事で行かせていただいたんですけど、もしあの行くことあったらこのブラックモンブランも食べたいなと思います。ありがとうございます。マジか、でも東京の方でも食べれるってことですよね、通販も今できますしね、きっとね。ちょっと皆さんがおすすめする、これでブラックモンブランね、おすすめしてくれた方ね、3人ぐらいいたんですよ。なのでちょっとはい、気になるのでぜひ今度タイミングがありましたら食べたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで私が夏に食べたいアイスはやっぱ夏しか食べれないアイスが食べたいなと思ったので、スイカバーガー食べたいです。あのスイカバーガー、カバのマークの、え、スイカバーって夏しかなくないですか、あれ。ただコンビニとかで売られてないだけで一年中作られてはいるのかな、いや夏しかないと思います。アイスキャンディー系って結構夏しかなくないですか、ねえねえ、そうあのスイカバーの中のチョコレートの種とかそんなに美味しくないんだけど、なんかあれが出てくるのがすごい楽しくって、口の中が楽しいスイカバー、ちょっと食べたくなってきたんで帰りコンビニで買って帰りたいと思います。はい、ということで
たくさんメールいただきました。ありがとうございました。結構ねやっぱねアイスは何って聞いたんですけども、まあアイスクリームを答えてくださる方も多かったんですけれども、あのかき氷っていう方がやっぱ多かったんですよね。ということで次回のトークテーマは好きなかき氷の味は、好きなかき氷の味は何ですか。ぜひぜひ書いて送ってきてください。私さっきみぞれ白が好きって言ってましたけれども、まあ今さあのコンビニで売ってる味はまあ大体定番が多いけれども、今変わり種のかき氷もめちゃくちゃ街中に溢れてるじゃないですか。ティラミスかき氷とか、あとなんかザクロかき氷とか、なんかオシャンティーないろんなかき氷あるので、ぜひぜひあこれ食べて美味しかったなっていうかき氷ありましたら、ぜひぜひおすすめしてください。よろしくお願いいたします。メールの宛先は k_secret@target-end.com、k_secret@target-end.com までです。メールの締め切りは8月6日の月曜日12時締め切りです。よろしくお願いいたします。それでは本日はなんとゲストさんをお迎えする予定なんですよ。シークレットベース K ステーション第109回いってみよう。近藤かな子のニューアルバムフラクション発売になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、もう皆さん手にしていただきましたでしょうか。今回もですね渾身の一枚となっておりますので、聴いていただける曲とかがあったら嬉しいなと思います。今回初めてですねミニボイスドラマを収録しておりますニューアルバムフラクション、よろしくお願いします。みんなたくさん聴いてね。暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすっごく勉強になるかもしれませんよ。はい、ということで、まあ前回も奇跡の早当てをしたということで、今回も頑張りたいと思います。今回のお題はこちらです。ちゃちゃちゃん、ペペ、キュウカミスメロ、キュウカミスメロ、カタカナでいいですか。英語ではない、英語、キュウカミスメロ、キュウカミスメロ、ちょっと若干よくわからないんですけど、9人の神が素でメロディーを口ずさんでいる素で全然わかんない。ヒント1、物の名前です。英語でしょ。キュウカミスメロっていう全然英語の単語が出てこないですね。キュウカムスメロ、キュウカムスメロ、やっぱりなんかメロディーを下ろす何かの機械ですかね。キュカムカムスメロみたいな、なんかこう、名前の中にヒントが入ってるまんま。なキュですかキュとかもキュか、全然わかんない。でも名前の中にキュか神かスかメロしかないですよなんか名前入って、そのままの名前が入ってるんですか、そのものの名前が。ヒント2、割と高級な代物です。物によっては 2-3万。物ですよね、食べ物じゃないんですもんね。食べ物でもあるかもしれない。キュウカミスメロってなんですか。カミス、切るところが違う。キュウかミスメロ、メロン、メロンだ早かった。キュウカミスメロ、また誘導尋問がでもメロ、なんだろう。一応ヒント3、子供から大人まで大好きな人は多いと思います。確かにお母さんもなんかね
なんか選べるギフトでメロンもらってて、 お中元でメロンもらってて、なんかダブルメロンになっててどうしようって言ってましたそう、なんかお中元でもらったんですけど、お中元って何送られてくるか分かんないじゃないですか。その前に選べるギフトでメロン頼んじゃってて、同じ時期に来ちゃうっていう2個来ちゃって、2個家にあって、何してんのって言いましたお母さんがメロン好きだから、なんか頼めるから頼んだら、なんかお中元でも来ちゃってうーみたいなそんなにいっぺんにいっぱい食べるものじゃないよねみたいなそうそう、多分妹とかが持って帰ると思います今度来たはい、ありがとうございます。あー、今が旬です、ある果物の名前です。キュウカミスメロン、謎謎だわ。え、なんだろう、これはメロンの正式名称ってことですかね。なるほど、はい、ということで正解、キュウカミスメロン。あ、キュウカミスメロン、キュウカミスメロン、へえ。キュウカミスメロとは、とろける美味しさでおなじみの果物メロンの正式名称である。訳すとキュウカミスイコールキュウリ科のメロ、メロンとなる。まあまですね、うんうん。メロンは北アフリカや中近東地方が原産だと言われていたが、最近の遺伝子研究によってインドが原産地と裏付けられた。紀元前2000年頃に栽培が始まったとされ、西方に伝わった品種群をメロンと呼び、東方に伝わった品種群がウリと呼ばれるようになった。日本のマクワウリなどもその一つである。マクワウリは東方に伝わった品種のウリってことですね、はい。漢字では、メロンを天下と呼ぶが、これはメロンを指すと同時にマクワウリも含む表記とされる。紀元前5世紀頃にエジプトで作られた苦味の少ないメロンが地中海を越えてヨーロッパに渡り、これが昨今のメロンの祖先とも言われるが、当時のメロンはキュウリより甘いという程度であり、サラダや漬物にされた。あ、今もなんか漬物にしてるメロンありますよね。うん、ウリじゃないけどメロンだけど漬物メロンみたいなありますよね。その後甘いメロンが作られるまで数世紀に及ぶ改良の努力が行われた。ルネサンスに南フランスで甘い品種が作られるようになり、メロンは野菜の仲間ではなくなっていったとされる。日本では中世の高校、遺跡の方から炭化した種子が検出されており、古い時代に渡来していた雑草化したものは雑草メロンと呼ばれ、西日本の島嶼部などに生息している。意外とたくましい。ちっちゃい島とかに雑草メロンが生えてるんですね。弥生時代ぐらいにメロンは日本に渡っていた。なるほど。まあ、昔の人が食べたら苦いわ、甘美味しくないわ、甘くないわでちょっとペって捨ててたら、その種が勝手にどん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 生えて、生えては枯れ、生えては枯れつって雑草化していったの。なるほどすごいな、雑草メロン、すごい。でもちょっと食べてみたい。食べれるのかな、雑草メロンって。食べれるのもある。あ、うさらの卵サイズなんだ。あ、でも確かに、あの農家さんで育ててるメロンもいっぱい花とか実がつくから、あの大きい一個の実を育てるためになんかこうね、摘みますよね、選別しますよね、花摘みますもんね、芽をね。へー、面白い。でも選別しなかったらちっちゃいいっぱいマスクメロンができるんじゃないですかなんかちっちゃいメロンがいっぱいできると思うんですよ、ちっちゃいやつが。私もなんかメロンじゃないけど一回スイカを育てたことがあって、庭の花壇で選別しないで、あの普通になったやつは実はそのまま育ててたら、本当に何だろうな、 M 卵ぐらいの大きさのスイカが3個ぐらいできました
そう、多分選別しなかったから栄養がもう全部にいっちゃったからちっちゃいスイカができたんだと思います。でも種はあの大きい玉の種と同じ大きさでした。そう、種でもめちゃくちゃ甘かったです。そう、凝縮されて美味しかった。皮も薄くって超美味しかったです。あのぜひあの夏休みのひと夏の思い出として皆さんもスイカ育ててみては小玉スイカ、あ、小玉スイカがいいからね、あのぜひ育ててみてはいかがでしょうかということでそうだな、メロン、キューカミスメロ、ぜひ正式名称でメロンを呼んでみてあげてください。きっとメロンが喜ぶんじゃないでしょうか植物もね生きてますからね、あのきっと正式名称で名前呼ばれたらきっと喜ぶと思います。言霊がきっと反応してもしかするとさらに甘くなるかもしれませんよ。はい皆さんは解読できたでしょうか。以上、暗号解読のコーナーでした。重なり合う糸、浮かび上がる偽証、誰も咎めないのは Not the hell is that the right。 ゲストさん、いらっしゃい。はい、ということで本日は素敵なゲストさんをお迎えしております。ですね、2018年9月17日に行われるターゲットレーベルガールズライブ2018にも出演していただきます315さんよりしのぶさんです。どうぞ。こんにちは、315の、歌とボーカルを、あ、歌とボーカル歌とギターをやっております加藤しのぶでございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日は突然ですけれどもゲストさんとしてお迎えしてしまいました。よろしくお願いします。お願いします。お邪魔します。はい、ということでですね、しのぶさんはですね、まあ、私の曲を手掛けてくださっております高浜さんよりですね、はい、あのご紹介していただきました。はい、あの、はい、元部下でございます。部下なんですってね。はい、はい、はい、なんかいろんなつながりがあるんですね。そうですね、うん、あの多分ではない、絶対にあの近藤さんのライブでギターを弾いたことのある長野さとしさん、あ、はい、キャップさんですね。はい、はい、とこの315というのをやっておりまして、うん、しかも長野さんも上司でしたね。上司だな、はい、あれなんか部下と上司の2人ユニットって、そうなんですよ、なんかこう上下関係とかめちゃめちゃ厳しいですよ。あ、そうなんですか。って言うと嘘だと言われますけど、私はあの最大限敬意を払って接しておりますよ。そうなんですね、はい、あ、でもその、まあ、一緒に働いてたっていう経緯もあって、はい、今回は315さんのユニットを組まれたんですか。そうですね、特にそんなこともないんですけど、あのライブハウスでやっぱり共通の知り合いのライブで、はい、あの再会して、はい、でちょっと喋ってて、うん、でなんかそのうち落語好きだって話になりまして、お二人とも、はい、で最近落語好きなんだよなんて言って、うん、あ、じゃあ行きますって言ってこう、うん、2016年の最初ぐらいかな、あのみんなで行ったんですよ学校に、うんうんうん、でその中の何人かがミュージシャンだったので、うん、ガッと勢いであのユニット組んでしまったっていう、やる、うん、やりましょうみたいな感じですね。結構ノリと勢いで、そうですね、あの、ええ、キャップさんと2人でこの315を組むことになり、そうですね、あの、うんうん、でまあ、あのノリだけではあの音楽できないのであの曲とかをこう恋のあるとか、うんうん、こういう話を題材にして作ったんですけどなんて言ったら、うん、長野さんもあ、いいんじゃないみたいな感じで乗ってきてくれて、うん、それでじゃあもうあの、うん、よしちゃんとやろうみたいな感じになって、はい、続けてます。なるほど、はい、あ、じゃあ315さんのユニットを組まれたのは、はい、もう結構2年ぐらい前ってことですか。そうですね、2年ぐらい前で、最初1年はライブばっかりやってました、うん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 、であの東京でやったり福岡行ったり、
とかしてたんですけど、うん、2年目にはちょっとなんか形に残したいっていうんで、うん、あの CD を作り始めました。はい、そんな CD が今絶賛発売中ということで、はい、あの、はい、今年の2月に発売、うん、2月15日にあの発売したんですけれども、うん、なんとありがたいことに初回版が全部はけてしまいまして、はい、すごい、完売しまして、すごい、ありがとうございます。で、はい、ありがとうございます。そしたらですね、あの追加といいますか、あの追加プレス、うん、としてただ出すのも面白くないのでセカンドエディションってやってみようって言って、うん、あのボーカルを交換した曲を2曲追加しまして。あ、そうなんですか。そうなんです。それが、8月5日に発売になります。お、はい、そういう感じでやっております。なるほど、はい、あのその私も CD 聞かせていただいたんですけど、まずその315さんの音楽のモチーフが、はい、古典落語をモチーフにしているっていうのがすごい面白いなと思って、あの落語好きが集まってやってるもんでやっぱ落語のなんか雰囲気、うん、落語の、あ、この間気がついたんですけど、はい、私たちはこれ何モチーフって言って何やってんだろうねって思ってたんですけど、うんうん、頼まれもしない落語の話の主題歌をつけて回ってるっていうのが一番わかりやすいんじゃないか。なるほど。ことに数日前に気づきまして、うん、そうだよそうだよってなりました落語が始まる前のオープニング曲をとか、その最終回間近の盛り上がってる時は逆にエンディングがオープニングになったりする、うん、あの感じを、あれを曲でやりたいっていう感じですね。そのまま落語はやらあ の, の話を読むわけじゃないんですよね、うん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 、だけどこのシーンとかこの話のこのモチーフが大事だとかいうところをクローズアップして歌詞を書いてっていう感じでやってるんです。これ歌詞もすごい素敵なんですよね。で、あのだからその古典落語モチーフっていうと、はい、なんか三味線とかすごい日本の和楽器がめっちゃ鳴り響いてるかと思いきや、ね、全然違うんですよね。そこはもうそうしないっていうのが聞いた、うん、パッと聞いた感じポップスとかロックの音楽に聞こえるけど、うん、中身をそういう古典落語ってことでやりたいっていうのが最初に私がこだわってたところなんですよね。でまたそのしのぶさんの歌声がすごいなんかアンニュイな、またちょっとこう、はい、なんか憂いのある感じのボイスで、あ、そうですか、うん、しっとりと聞けるんですよね。普段こんなにふにゃんふにゃんなんですけれどもあの泣けなしのアンニュイを、あ、泣けなしなんですか、泣けなしのアンニュイを歌に、あ、もう普段は本当にあれなので、うん、あの歌の時だけはこの世界をこういう人の感じでやりたいとか、うん、この人はきっとこのことを言うときはこういうテンションだろうからこうやって歌いたいって言って、ああいう感じに頑張ってやってます。なるほどなるほど、頑張ってんです、はい、いやもうだからすごい、私もその高浜さんからご紹介いただいて、曲聴かせていただいて、ただの、あ、ファンになりました。え、マジですか、はい、嬉しい。私も 今現在ですね、あの、うん、近藤さんのただのファンなのでこの状況の幸せといったらないわけですよ。やばいです。私もすごい幸せです。なんか、これこの空間最高に幸せじゃないですか。いや、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。嬉しいです、私も。もうなんか私もすごいこういった曲が好きなんですけれども、はい、なかなか出会わなくって。そうですか。はい、そうなんです。似合いそうですけどね。いや、そうですか、はい、なんか歌いたいなみたいな感じもあったんですけれども、まあなんか高浜さんがね、はい、こうやってご紹介していただきまして、そのレーベルのね、はい、あの9月のライブもご一緒させていただくっていうことで、はい、しのぶさんに曲を書いていただけないかなっていうお話をさせていただいたんですよ。はい、はい、そうですか。え、そうですかって、あれまだあれダメでした。いや、いいです、大丈夫です。大丈夫ですか。私の方がなんか今動揺しまくっているのでなんか返答がおかしいかもしれませんけど、はい、まあ、あのまあもう1ヶ月以上ぐらい前ですか、1ヶ月前ぐらいですかね。そうですね、ご紹介合わせていただいて、はい、初めましてでしたんですけれども、はい、まあ、その時にも高浜さんからもうよかったら曲近藤さんに書いてもらえないみたいな話をしてくれて、はいはい、私もえみたいな、えいいんですか、私もいいんですか、
っていうちょっとすごい戸惑いとこう私の人見知りがすごい、すごい空気を醸し出していたんですけど、人見知りしてたんですか。はい、分からなかった、私も人見知りだからいやでもその時にもしのぶさんに快諾していただきまして、はい、もう当たり前ですよ、2つ返事以上ですよ、3つ4つ返事ですよ。もういやその私がなんかずっと高浜さんに曲も書いていただいて、そしてタッキーさんに曲書いていただいて、はい、その前にも作っていただいた方が皆さん男性だったんですよ。あ、そうですね、はい、なのでちゃんと女性の方に曲を書いていただくっていうのは初めてなので、だからどんな感じに仕上がるんだろうとか、まず千代信さんが私を、はい、見てどういうイメージしていただいて、はい、曲を書いていただけるのかなってのがすごい今回楽しみなんです。ああ、そうですか。はい、近藤さんの声ってすごい変幻自在なイメージがあって、はい、可愛くもお姉さんっぽくも両方ありますよね。 はい、すんごい大人っぽい両方がこうポイントポイントでスルスルこう入れ替わるような感じになったら、うん、最高なんじゃないかなっていうイメージはやっぱありました。そうなんです、そしてなんとすでに曲を一曲デモを作っていただきまして、そうなんです、実は実は頑張りました。早いびっくりします。結構すぐ届けていただいて、そうでしたか、はい、そういう印象を持っていただけてよかったです。結構お待たせしちゃったなと思ったんですけど、全然です。もうなんかカッコつけてもしょうがないから、ありったけの自分のできることをやってお渡ししようと思ってお渡しした次第でございます、いやもうそれがやっぱり私の中で全くなかった曲だったので、はい、それがすごい嬉しくって、本当ですか、はい、あ、こういう歌も歌えると思ってくれてるんだっていうのが、もちろんですよ。でまたその315さんでユニットとしてやられているこの感じも入れつつ、はいはい、でもまたそのしのぶさんとしてのなんかいい味が入っている曲だったので、これ私逆に私これ歌えるのかなっていう不安がちょっと今はあるんですけれども、絶対できますよ頭の中で近藤さんの声が流れてて作ってるので、うんうん、歌えるはずです。本当ですか、はい、本当ですか。でも私は近藤さんの声の真似ができなかったので、うん、自分の声でデモの歌を入れちゃいましたけど、絶対あこういう感じだろうなって思い描きながらやりました、あの時。そうなんだね、はい、そう、ぶっちゃけその舞台をやっている時に、はい、いただいたので楽屋で聞いたんですよ、はい、舞台の楽屋で。そんな忙しい時に、いや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 、早く来たかったから来たからそこ聞いたんですけど、 ありがとうございます。来たから、もうそのめっちゃやべーって言って一人で騒いでて、どうしたんですか、どうしたんですか、どうしたんですか、今大丈夫ですか、大丈夫おーってめっちゃテンション上がりました。え、本当ですか。テンション上がりました、はい。そんな忙しい時になんか変なことをしてすみませんとんでもない、とんでもないです、勝手に聞いたんで、勝手にコンテンツ聞いたかったから聞いただけたんで。いやでも、そういう風に言っていただけると、こういう、はい、なんか頑張って曲作ったりとか、デモを出したりとかするのも、うん、やった甲斐がすごくありますよね。いやもう、いやもうただただただ嬉しいだけなので、もう本当にありがとうございます。私たち嬉しいを何回言ってるんでしょう数えてくださいね。そうですねもうなんだかんだ、もう本当お会いしてからもう話がトン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 進んでって、スル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 ってなってますね。はい、まあ、なのでライブでね、はい、9月ご一緒させていただくので、結構そのガールとターゲットさんの、はい、ユニットさん、まあ、MGP さんも LFO さんも出演するんですけれども、はい、まあ、結構今回コラボコーナーをいっぱいやろうみたいな感じだったので、はい、私も315さんとコラボをさせていただけたらなと思ってまして、はい、もしよろしければ、はい、その新曲をライブで初披露させていただけたらいいなと思っておりますが、いかがでしょうか。やりましょう、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 おお、その日に CD 発売していいですか。もちろんです。よしということで、初披露しその場で騒ぎます、はい、うわそうなんです、そうなると9月がめちゃめちゃ楽しみですね。楽しみですね。きっともう7月も終わりぐらいなんですけれども、はい、めっちゃすぐ9月になると思います。じゃあ急いでいろんなことしなきゃいけないですね
そうなんですよ、そうなんですよ。めちゃめちゃ嬉しいけど、めちゃめちゃ忙しいけど、これは頑張れますね。頑張れます、すごい楽しみなんで、はい、すごい頑張れま す, 頑張れます。そして皆さんに早くちゃんとお届けしたいので、私もいろいろめっちゃ頑張って、歌って、あのなんかもうなんかいろんなことして、ジャケットも取って、楽しみですね。はい、すごい頑張りたいと思います。はい、早く見たいし早く聞きたいです。聞きたいです、ぜひぜひ、はい、なんかよろしくお願いします。お願いします、こちらこそ。頑張ります。もう、はい、夏暑いですけれども、ぜひぜひ乗り切れる、これなら乗り切れる、乗り切って元気に過ごして9月17日を迎えましょう。そうですね、よろしくお願いします。お願いします、よろしくお願いします。はい、でもしのぶさん、315さんのライブいっぱいあるから忙しいじゃないですか。あー、言われてみれば忙しいですね。ちょ、忙しいじゃないですか。はい、なんかよろしければ、あの315さんの歌も CD もぜひね、あの、ネットで通販もやっていますけれども、ライブで聞いた方がすごい。そうですね、生で絶対見て聞いていただきたい。うん、で帰りに気に入ったら、その CD を私が物販にいるので、それよこしなって買っていただきたい。はい、そうですね、ぜひぜひなんかライブにも行っていただきたいので、よろしければライブの告知をしていただいても。本当ですか、嬉しいですか。ありがとうございます。はい、今決まっているのがですね、まず福岡からなんですけれども、2018年8月25日、ライブバープレイヤー、福岡の中洲です。はい、で次が8月26日翌日ですね、こちらも福岡中洲のゲイツセブンで、あのイベントのオープニングで数曲演奏します。でそして、9月9日が東京のザ、ライブステーション、目黒ライブステーション、でいよいよです、9月17日高円寺ハイ、これが、ターゲットの、ターゲットレーベルガールズライブ2018ですね。はいはい、その後が、10月2日吉祥寺シルバーエレファント、11月29日二子玉川ジェミニシアターとなっております。おー、いっぱいライブ決まってる。めっちゃいっぱいある。ありますね、やるんだこれ。やります。いや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 、もうほんとぜひぜひ、あのライブハウス行ける方は生でしのぶさんの歌声、そしてキャップさんに会ってきてください。会ってください。めちゃめちゃ喋りますけど MC。 あ、そうなんですか。はい、楽しそう、2人のトークとかも。すごい長いですよ、喋りが。いや、それもね、いいフレーバーですよね。ね、そうですね。と言ってもらえると嬉しいですね。ライブでもこのジャケットで着ている服は着るんですか。あの、そうなんですよ、衣装をですね、あのこれ友達に作ってもらった、うん、着物から作ったシャツなんですけども、これを着て演奏しております。もうすごい素敵な、もう私作ったと思わなかったんですけどね。あ、本当ですか。まさか着物からね、またリメイクしてシャツにしてるなんて。こんな素敵なシャツ売ってるなら私も欲しいと思ったぐらいだったんですけど。あ、これそうなんですよ、一点物ですね。一点物ですね。柄をそれぞれのキャラクターに合ったのを私が考えて選んで、あの、じゃあ長野さんのシャツはこっちとかって相談しながら作ってもらいました。はい、素敵な一点物のシャツを着て、はい、あのちょっと見に来ていただいて、まあ、冷やかしていただいて、はい、楽しんでいただいて、はい、ぜひぜひ、あの9月もご一緒させていただきますけども、ぜひその前にも、そしてその後にも、ぜひぜひ315さんに、皆さんは会いに行ってくださいね。お待ちしてます。はーい、ホームページでこちらライブの、そうですね、はい、詳しい情報や、あの315さんのファーストミニアルバム315も、こちら視聴もあると思いますので、そちらでぜひチェックしてみてください。そうですね、はい、はい、ということで本日のゲスト315さんよりしのぶさんでした。はい、ありがとうございました。加藤しのぶでした。この後もしのぶさんにはコーナーにお付き合いしていただきたいと思います。はい、まだまだお邪魔します。はい、それではお聞きください。315で手紙。
大丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私近藤かな子が解決していきます。今日はですね、しのぶさんにも一緒にお悩みに乗っていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、お悩みが来てるのでご紹介したいと思います。はい。単位候補生のシークレットネームケラチンさんからです。ありがとうございます。近藤隊長はじめまして。はじめまして。僕は足の裏や指の一部が超角質化してしまいまして、小指の裏などは斧のような感じで固く尖った状態になっています。やばいですね。多分そのせいで靴下がすぐに穴開きになってしまい、消費量が半端ありません。近藤さんのようにスベスベベツルリンのお肌とまでは言いませんが、別そんなそう別じゃないですかね。スベスベですよ。いやいやいや、こっから見てる限り。いやいやいや、何か対策はないでしょうか。もしあれば教えてください。お願いします、とのことです。なんか超角質化してるらしいです。はい、これはですね、はい、普通に言ってしまっていいでしょうか。あ、はい。角質を削れるカミソリが売ってますね。え、なんですかそれ。じゃがいもとかのピーラーのような形なんですけど、うんうんうん、それでかかととか指のとこをシャッ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 って削っていくやつがありまして、一瞬ですよ。もう一瞬で角質消えますからね。本当ですか。はい。でもなんかこう削りすぎるとかないんですか。そうですね、欲を出して厚めにこう削ろうとすると血が出ます、うんうん、怖い怖い危ないですよ。でよくフットケアのサロンとかに行くと、うん、あれは使わない方がいいとも言われたこともありますけど、ね。だってなんかフットケアなんだと、はい、ええ、なんかこうヤスリみたいなそうですよ、ね、やつでこう電動のやつとかで電動のグルグルって回るやつ、で丁寧にこう、うん、薄く薄くこうやっていくから、うん、多分足にはいいんでしょうけど、うん、カミソリはですね、うん、ジャッジャッってやってもう2秒で終わりです。あ、早い早いです。なんかでもきっと男性の方なので、さって終わった方がきっと気持ちいいでしょうね。気持ちいい気がする。本当に待てない人はそれだと思いますね、うん、へー、そうなんですね。まあ、私待てないのでそれを使ってる時もあります、うんうん、マジですか。はい。あ、でもなんか気持ちよさそうですよね。つるーんってこう皮のじゃがいもの皮のように向けたら。そうなんですよ。ただ角度間違えてやばいっていう時はたまにあります。何のやばいってなんすか。やばい、このまま進んだら血が出る肉までえぐるぞって。やばいやばい、引き返せって言ってグイッとこうグイッと角度を多分やるのはいけないことなんだと思うんですけど、それでこう帰ってきます。そうなんですね。はい。そっか。じゃあちょっとテクもいるってことですね。そうですね。なんで多分私みたいなのは参考にしない方がいいんじゃないかと思いますでもそんなの売ってるんですね。知らなかった。あ、本当ですか、うん、結構昔からありますね。へえ。じゃあなんかこうネットでなんか皮むく、あ、皮膚をむくやつって言えばいいか。角質削るとか言ってやると多分出てくるんじゃないでしょうか、ね。あ、なるほど。ちょっとネットで検索してみてくださいくれぐれも気をつけて。いや、もう気をつけ、刃物なのでね。そうですね、刃物だから傷になっちゃうとやっぱ足だとね、ね、痛くて歩けなくなっちゃうと困るから、ええ、な。近藤さんはこういうのはどういう風に。私はなんかなんだろう、足を、はい、の皮膚を柔らかくして
なんか脱皮するみたいな薬ありません？あ、なんか見たことあります。ありますよね。あれどうですか？あれあれなんか面白いんですよ。こうなんかその少し足をふやかせて、はい、その 液体に足を突っ込んで入れるんですよ、はい、ほんでなんかね1週間ぐらいしてくると、はい、あの皮がめくれてくるんです。脱皮するんですよ。わ、新しいね皮がね、古い皮がどんどんめくれていくんですよ。ちょっとねあのね、あの夏だとサンダルとか履くんで、はい、あのみっともなくてちょっと汚らしくなるんですけども、あれやるとすっきりします。あ、いいですね、うん、あ、そっちがいいと思いますよあの乱暴なことはなさらずに。いや、まあ、でもそれでも無理だったら忍さんおすすめのやるしかないですかね。角質削りでぜひ。もう角なる上は削ると。でしょうか。そうですね、それが最高だと思います。だってあのおばあちゃんとか昔はあの糸切りバサミでめっちゃ、はい、皮膚切ってましたよ。チキンチキンって。あ、それに似てます。感覚似てます、うんうん、あのケラチンさん、あの無理しない程度にです、ね、ぜひあのちょっと腸角質化してるっていうんでやっぱりねいろいろ気になっちゃうと思うんで、はい、ぜひぜひあのやってみてください。足に優しく優しく、はい、はい、こんな感じできっとケラチンさんのお悩みは解決すると思うよはい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんのお悩みを大大大募集しています。ぜひぜひ送ってきてくださいね。お別れのお時間です、この番組では皆さんからのメールを大募集しております、オープニングで読む普通のお便り、普通おた、そしてオープニングの例のあのコーナー、みんなにアンケート。次回のトークテーマは好きなかき氷の味はです。そして今日もやりましたきっと大丈夫だよには、皆さんのお悩みを、そして他にもやらなかったコーナーたくさんあります。怪人&ヒーロー目撃報告、古今東西偉人列伝、歌っていいとも、必殺〇〇〇などのコーナーにもメールを送ってきてくださいね。メールの宛先は k_secret@target-end.comk_secret@target-end.com までです。はい、ということで今回ですね、隊員候補生さんから隊員に昇格していただく方を紹介したいと思います。今回はどうしようかな、どうしようかなってお一人さんだけでしたね。やっぱり隊員の人は強いですね。ということで今回隊員候補生から隊員に昇格していただく方を発表です。今回の昇格者はこちら、ケラチンさんです。おめでとうございます。ケラチンさんはご本名と住所を書いてこちらのメールの宛先まで送ってきてください。よろしくお願いいたします。隊員賞をお送りいたします。お楽しみに。はい、ということで本日はゲストさんをお迎えいたしました。もう一度ご登場いただきたいと思います。315さんよりしのぶさんです。はい、加藤しのぶでした。お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか？なんか私ダラダラ喋っちゃった。いやもう楽しくってなんかテンション上がりっぱなしで、はい、着地が一向にできないっていう。いや、私もなんかうまく着地できなくてふわっと着地しそうでファンとまた上がるみたいな。そうですね、ちょっとこう数センチ浮いた状態で私ずっといますけれどもあのなんていうかもう楽しかったですね、はい、ね、ありがとうございます。私も楽しかったです。なんか9月のライブのステージ上でもなんかふわふわしゃべれそうです、ね、やりそうですよね終わらなくって、ね、なんか早く次の曲行ってあのなんとなくわかります、うん、あの6月26日生まれてこういうとこありますよね。そうなんですよねなんかふわふわしてそうなんですよね。そう、あ、そうそうそうなんですよ。しのぶさんと私同じ誕生日なんですよ。そうなんです。
だからなんとなく、あ、わかるって言ってやりますテンポがファーッとしてて、ね、たまにちょっと自分の世界入るんだけど戻ってくるんですけど、なんか入ったり、はい、抜け出せなかったり でまた違うところに戻ってきた自分でコントロールできないんですよね。そうなんですよね、基本的にコントロールできないので、はい、周りがちょっとあーってされる、そういう空気になったことよくありますありますちょっと9月気をつけます。私も気をつけます。気をつけます、はいはい。まあ、キャップさんもいますからね、その時はきっとね。だから大丈夫です。大丈夫だと思います。はい、はい。ということで、あの、じゃあせっかくなので、はい、あの告知のおさらい等々お願いします、はいはい。それでは、はい、315古典落語モチーフ音楽ユニット315のファーストミニアルバムのセカンドエディションが、2018年8月5日全国発売になります。ネットショップとか CD 屋さんで取り寄せをお願いします。あとですね、ライブの方の、情報は315のオフィシャルサイトにありますので、0315と漢数字でやっていただくか、あの一番見やすいのは古典落語音楽ってやると315出てきますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では今度も告知をいくつかさせていただきたいと思います。まずはですね、6月までもやりました舞台版あいたま、こちらの、舞台上で歌った歌やダンス、こちらを集めた学園祭ライブというものを、今年企画しております。まだ詳しい日程などは出ておりませんが、あの分かり次第ツイッターなどで告知いたしますので、そちら楽しみに待っていてください。よろしくお願いいたします。私ももう一度秋澤直央先生になれるのを楽しみにしています。そして、しのぶさんともご一緒させていただきますターゲットレーベルガールズライブ2018、こちら9月17日、場所は高円寺。はい、チケットがですね、前売りが3000円、当日は3500円、別途当日ドリンク代500円となっております。はい、時間がですね決まりました。会場が17時、開演が17時30分からとなっております。チケットの受付はネット上でですね、受付が開始されますのがなんと放送日の翌日7月28日の土曜日0時00分からターゲット e ショップにて開始いたします。ぜひぜひ皆様のご予約お待ちしております。しのぶさんとのコラボコーナーも楽しみです、はい、楽しみです。はい、そして MGP さんともコラボさせていただく予定でございます。そしてもちろん単独のコーナーもそれぞれございます。はい、はい、なんか盛りだくさんの内容となっておりますので、お得お得です、はい、本当にお得です。お得です。ぜひ7月28日祝日月曜日となっております。ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。その他の近藤の告知はツイッター等で告知いたしますので、そちらチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、もうそろそろ終わりなんですけれども、言い残したことはございませんか。はい、あ、ございません。ございません楽しかったですってことだけです、はい、あ、そう、しのぶさんもツイッターやられてますよね。あ、はい、やってます。あの、はい、どうでもいいことしか書いてないんで、あの気が向いたら見ていただけると、あの喜びます私がはい、はい、いや、もうぜひぜひフォローしていただいて、あ、キャップさんもやってるんで、やってます、みんなやってますみんなやってますんで、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。この番組は各週金曜日の配信予定です。放送聞き終わったら速攻メール送ってくださいね。ではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長の近藤かな子と315の加藤忍でした。せーの、まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。